はい、どうもこんにちは。 KSSTV ネットワークのしんべえです。ともです。今回の企画はですね、夏といえば、夏といえばというものと、男の子のロマンですか。なんて言ったらいいんだろうな。夢っていうかもうロマンっていうか、うん、まあ昔から好きなものっていうか、うんうん、を組み合わせた新しい企画です。そうです。じゃあ、説明の方、はい、よろしくお願いします。とりあえずね、もう見ての通りこちらです。男の子がね、昔から好きな、まあ特に僕らの世代なんかもうドストライクですよね。まあ僕の、あ、撮るちょっとこれミニ四駆、ミニ四駆ですね。まあバスターソニックと、こっちはまあ自作で作ったもんなんで大会用です。大会用のマシンなんですけど、今回はこれは使いません。こいつも使いません。新兵くんがね、まあ作ってたんですけど、こちら、タイガーザップ。タイガーザップって言って、まあ、何て言ったらいいんだろうね。レッツ&ゴー。レッツ&ゴーなのこれ。いや違ったと思う。違うの、うん、まあミニ四駆の中で出てきとっても漫画のあんまり、まあ弱かったんだろうねっていうような、ミニ四駆の中で一番加工がしにくい、一番多分一番改造しにくいものですね。完成品がこちらでございます。とりあえずね、とりあえずの完成品がこちらです。まずまあ、中身を紹介していきたいと思います。シャーシとタイヤだけですはい、モーターとか抵抗になるようなもの、はい、一切いりません。今回使うものには、あとこいつ、まあ今回こいつが一番時間かかったんですけど、こいつを加工しました。どこを加工したかというと、まあ、見た目特に変わってはないんですけど、このここね、この部分ちょっと汚いな、この部分、ここ取れるんですけど、普通はここ穴開いてません。まあここを、穴を開けて、まあこいつなんかね、めちゃくちゃ なんて言ったらいい、ロケットブースターみたいなね、感じにできるんじゃねって言って、まあどっちもに穴を開けました。ほんで、夏といえばです。夏といえば、まあだいたいね、あるでしょ、お化けだったり、花火ですもう出てこんかと思う。花火、ロケット花火。さあ、察しのいい人はもうこれで分かったでしょう。もう何するか。こいつを、あ、逃げるな。タイガーザップのね、タイガーザップのここに、先ほど穴を開けたところにスポット、これで綺麗に入るわけですよカチッとはめれるわけですよマジ綺麗に入るわこいつここに火をつけて着火させ、まあ、あとはロケット花火の推進力、この2つだけでどこまで走るのか、これを実験したいと思います。ゴー、いけーすくそー、
どこまで飛んでた。ああ、前がもうない。あ、どっちもない。やはり、パネ入れねえか。はい、では、結果はこのご覧のありさま。まあ、進まないよね。まあ、ちょっとだけですね。ということで、次回は打ち上げ花火爆竹編でお会いしましょう。バイビー。バイバイ。